はい、お疲れ様です。それでは今回は世界の遊び大全51をやっていきたいと思います。しかしこれね、体験版なんですね。LR ゲームスタート。体験版なんで4つのゲームをいつでも持ち歩こう。ケットエディション全ゲーム任天堂ショップ。体験版はどこまでできるのかね。これができるってこと？コネクト4、ドミノ、大富豪、スロットカー。しかもローカル通信もいけるんですね。なるほど。製品版があれば、51本分全部できますよ、と。じゃあ、今回この4つをね、ちょっと遊んでいこうかな、と。1台で遊ぶ。1人プレイ。1人なんでね。コネクト4は、コネクト4。やった時がないね。なんだろう。どっちが先に4つ並べられるかな？ああ。なんとなく、やったような、やってないような、見たような、見てないような、だね。斜めも OK なのかね。黄色は。僕の勝ち。わかりやすいね。説明もしてくれて。普通強い、すごい。じゃあ、真ん中の強いからいこうかな。これはランダム。ランダムだね。で、プレイ。じゃ、この辺で一回ね。そんなやることもないでしょ。はい、リーチ。ここは塞いどいた方がいいでしょ。なんで上に置いたんだ？怖いね、なんかね、見逃してそうで。まあでもこれ塞がれただけだよね、単純にね。はい、リーチ。勝った？ここ置けばいい、ここ？あ、5個？ 4 つじゃない。はい、勝ちました。もう一回やってみようかな。すごいね。そう、今回ね、4つゲームあるんで、すべて強いでクリアを目標にしてみようかな。
まあじゃあさっきと同じような感じでやってみようかな。まあ、そうきますよね。やばいね、2個ずつあるからちょっと怖いね。ここを置いたら負けるでしょ。ここも今危なくなってるから、怖いね。大丈夫か？うわー、確かに、まあ確かにか分かんない、強かった、強い、すごいのはもうやめてきましょう。まずコネクト4は強い倒したよ。並べて倒して、じゃない、本来の遊び方。本来の遊び方なんかあるんだね。ドミノやるよ。ドミノやるよ。並べるんじゃないんだ。うん。並べるんじゃなくて、つなげるんだ。やってみたい。オッケー。僕がまず置くよ。手の中にある同じ数字のパイをつなげよう。じゃあ、6につながる。これかな。五二五、四二四、一二一。なるほどね。つながるパイがない。じゃあ新しいパイを引いてこよう。え、なんか6と3の何、あの横置きは何？だから僕の勝ち。へえ、僕たちの負け。お、ドミノ倒し。で、ドミノ倒しになることは、出せるまで。出せればドローなのかな？ 5 アップ簡単。5アップってやつにしようか？これ強いとかないのかな？じゃあ35にしましょう。何もないかね？あ、ここに書いてあるのか？手を目指す。あ、なるほどね。出したものがってことか。じゃあこっちの方がいいじゃん。もう勝ったんじゃない？上のやつ。なくなっちゃうけど。
35点目。ドミノ場合の端の合計が5の倍数なら、そのまま点数になる。これは白と言って5点のこと。6くっつけてみようか。6、6で何点？何点でもないんだ。2、2で7。今度はラウンド2まで行ったね。14。あ、5+5+4で14ってこと？簡単にしていい？結構良さそうな感じじゃない？そんなことない？はい、来た。なんでいっぱい来た？
はい、じゃあドミノ終わり。大富豪。大富豪はね、もうめちゃめちゃやってきてますから。おお、やっといい手が来ただよ。来ただよ。ご領主様。臣民たちよ、さあ我に税を納めよ。けえ、お許しを。ならぬならぬ、これはいただいていくぞ。代わりにこれでも食らえ。あれ、やり。ほれ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 。それを待ってたぜ。アスペさん。あ、ガリじゃん。革命勃発。おお、あれやられた。革命万歳。わっほっほっは。え、臣民たちよ、さあ我に税を納めよう。またか。なるほどね。これすごいでいいでしょう。八切りスペースさん、縛りはどこまで？あ、なるほどね。一回なしにしようか。妙高地あり。じゃ、5ラウンドやってみますか。お、私から。なるほどね。これ3枚は出せねえか。出せんだ。出し方がわかんない。パスだね。パス。ジョーが単体出すの。イレブンバックとかはないんだね。パス。パス。どうしような。ちょっと様子見ようか。やばいに、そろそろなくなってきたっしょ。やばいな。3枚出す気。あ、大丈夫。にまあまあまあ、2位全部出たっしょ。これで寄せようかな、いったね。まあないか、やっぱり。どう？あ、やっぱある？ 2 位はないでしょ。はい、ヤギって八切り。はい、まあまあまあ。まあ最初はね、こんなもんいいか。ジョーカー来てるね。スペさんじゃなくてね。どうしよう。しかも革命打ってるし。7だな。3が来たから6だそう。パス。すー、結構上まで行くな。
1枚多いな。パス。パス。上まで行くな。八切り。いやー、何なの？まあ大丈夫か。どうしようかな。革命打ってだろう。9邪魔だな。9邪魔じゃないか。革命の3出せば、あ、上がりか？ね。はい。八切り。ジョーカー来るかな。ああ、間違ったのに、変なの知ったよ、もう。パス。パス。ここでジョーカー出すの？まあ、いいか、でも。パス。変なの出しちゃったもんな。ジョーカーないしね。7最後でいいか。結構上まで行くな。八切り。おい。結構強い手揃ってるよね。4と11かな。ジョーカー来ないんだな。一回切っちゃおうかな。八切り。3枚様子見ようか。やっぱりね、自分が持ってると大抵ね、他の手も持ってるよね。もう勝っちゃうよ。あ、ミスった、危ね。2で上がれないよね。上がれんのかな。やめとこうか。大丈夫だよね。はい、雑魚。スペッサン残しとこうかな。ジョーカー来ればな。もう6、7、8でいけんだけどね。5と7だな。ジョーカー来ないね。3枚ずつ。
す。うわ、もったいない使い方するな、コンピューターは。スペード三返し。スペード三返し。三枚は様子見ない、様子見る？はい。持ってないか、三は。ね、11の2は。やっぱりね、2が開くかなぁ。パス。革命。マジかよ。2持ってたのかよ。しかも上がられちゃうよ。パス。パス。ちょっと順番が最悪だな。パス。よし、来た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 。3枚いけっかな。ヤギいるだろ。八切り。クソみたいな。うわー、やまじか。やっぱりそうだよね。パス。パス。すいません。やばい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 。宮古地ずっと。ヤギって、あー、宮古地だー。せこいなぁ。だから最終ラウンドが大事ってこと？トータル的にダメ？なるほどね。まあまあ大富豪はいろんなとこできるからね。もうこんなもんと。スロットかアクセルだけの簡単操作でギリギリを攻めよう。スロットか。アクセル全開。曲がれなかった。時にはアクセルを緩めないとね。マリオパーティーにこんななったよね。じゃあ強いで6周コース1、コース1のシンプルなやつをね、2人プレイになったね。アクセルボタンどれ？ほい、 A ボタン。A ボタンはさ、ふっと回されんのかよ。なるほどね。なんとなく分かったけど、ちょっとボタンがさ、へたってるから。戻ってこないんだよね、たまに。もう一回だけやろう。スタートです。あー、怖ー、抜かれた。もうボタン戻らなくなっちゃったよ。はい、終わり。
まあ、確かに面白いね。暇つぶしになるし、ね、気になるし欲しいなとは思いますけど。では、そんなところで一旦以上になります。ありがとうございました。またお願いします。